今夜もテルメシ始まります。テルギーの今夜もテルメシ。はい、皆さんこんばんは。今夜もテルメシの時間でございます。今夜のテルメシはナスの煮付けから豚肉の生姜焼きでございます。からサラダでございます。これはポテトサラダかな。あ、キウイのサラダじゃなかった、アボカドでした。アボカドのサラダにハムのサラダね。ハムも入ってます。それからトマトも入ってます。はい、すると梅干しね、紀州南高梅知ってますか。紀州南高梅ね、有名ですよ、和歌山のね。こういったもんでございます。それからこれは大根のお漬物でございます。はい、今日はこれでいただいてみたいと思います。実食。ではまずはじめにサラダをね、いただいてみます。キウイのサラダね。うん、トマトもいただきます。うん、おいしいです。ちょっと醤油をかけます、トマトにね。トマトとサラダにもちょっとかけます。あと豚肉をいただいてみましょう。これ豚肉ね、生姜の香りがプーンとします。はい、オクラもあります。オクラね、この動画がオクラ入りにならないようにね、オクラを食べましょう。ナスの煮付け食べてます。うん、ナスも美味しいですよ。夏だからね、夏の時は夏を食べましょう。夏は夏の時期なのだ。自分で何を言ってるのか分かりません。はい、アボカドサラダ食べてみます。うん、cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata.
今日も暑かったですね。うだるような暑さとはこういうのことでしょうな。たまりませんな。大根もいた、大根の漬物ですね。コリコリしてね、美味しいです。ナスも美味しいですよ、ナス。ナスはナスを食べましょう。梅干しもうまいですよ。紀州の南高梅うまいな。味は全然違うの、普通の梅干しだね。うまい。はい、そういうわけでね、まだいっぱいありますけど、時間が長くなりますので、今日はこのぐらいにしときます。またお会いしましょう。バイバイ。